あなたの名字を教えてくれる？名前は？それじゃあ、あだ名は？誕生日と血液型も教えてね。これでいい？私の誕生日と血液型は覚えてる？これでいい？何しけた面してんだよ。俺、早乙女よしお、これからよろしくな。お前はなんて言うんだ。あ、来たわよ。素敵。なんだ、急に女子が騒ぎ出したぞ。やあ、諸君、待たせたね。この僕のことを知らない者はいないと思うが、僕が理事長の孫の伊集院レイだ。同じクラスの男性諸君には悪いが、まあ仲良くやっていこうじゃないか。伊集院って、あの金持ちのか。嫌なクラスになっちまったな。皆さん、はじめまして。名前は藤崎しおりです。趣味は音楽鑑賞で、クラシックとかをよく聞きます。皆さん、これからよろしくお願いします。かわいい。藤崎しおりちゃんか。このクラスでよかったぜ。あ、今お前のこと見たぜ。あの子知ってるのか。へえ、そうなのか。じゃあ、彼女の誕生日は？血液型は？趣味は？あ、そうか。スリーサイズは？よし、チェックだ、チェック。女の子のことで知りたいことがあったら、俺に連絡しな。力になるぜ。それよりも、お前この高校の伝説知ってるか？ほら、そこの窓からでっかい木が見えるだろう。あ
の木の下で女の子に告白されると永遠に幸せな関係になれるんだってよ。誰が言ったか知らねえが、羨ましい話だな。そんなことをしても女の子の気を引くことなどできるはずもない。あら、どうしたの？ありがとう。ねえ、開けてもいいかな？これ、前から欲しかったの。ずっと大切にするね。